ちゃん一人？どうよ、俺ら。とりあえず財布出そうか。やんのか。そこの桐生ちゃん、止まりなさい。お？はよ出さんかい。Stop!
ました。いらっしゃいませ。なんてことだ。ありがとうございました。
頼む。許してくれ。いらっしゃい。久しぶりだな、レーナ。ギリュウちゃん。そうだったの、風間さんが。でも、キリュウちゃん突然来るんだもん。驚いちゃった。悪いことをしたな。今に始まったことじゃないけどね、レイナ。おやすさんは俺に言った、ユミを頼むってな。うん。あいつのことを何か知らないか。あの時、病院から失踪したって聞いてからは何も。でもね、キリエちゃん、5年前ここに水木って女の人が訪ねてきたの。彼女、沢村由美の妹ですって言ったわ。由美に妹が？うん。でも妹がいたことは由美ちゃんも知らなかったはずよ。由美ちゃんだけ生まれてすぐ生き別れになったんですって。そうだったのか。で、今その水木は？それが詳しくはわからないの。瑞希ちゃんちょくちょくここに顔出してくれてね。そのうち由美ちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど、去年急に自分のお店を持つことになったの。お店の名前はアレス。場所は？オープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。彼女、ユミちゃんによく似てた。会えばすぐにわかると思う。ここに入れ墨入れてたわ、花模様の。ユミの妹らしくない。そうね。邪魔したな。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。ああ。錦山君のこと聞かないんだ。それとももう誰かから？ああ。そう。自分の目で確かめるさ。人が何て言おうがな。うん。ねえ、キリュウちゃん、ミレニアムタワーって知ってる？5年前建てられた。そのタワーの裏に小さなバーがあるの。マスターは飲食店の元締めみたいな人よ。新しい店ができたらマスターに必ず連絡が行くわ。アレスの場所もきっとね。そのバーの名前は？バッカス。どつき合いにしようや。マジかよ。
さすがや。またな、キルちゃん。おもろいな。何があった？私が来たらみんなみんなもう。何しにここに？お母さん探して、私いろんなとこで聞いて。お前名前は？とにかくここを出るぞ。さっきのお店のこと誰かに教えた方がいいんじゃない？あれだけのことがあったんだ、とっくに誰かが通報しているだろう。そっか。それにしても公衆電話が減ったような気がするな。昔はそこら中にあったはずだね。だってみんな携帯持ってるじゃない。充電切れちゃった時くらいしか使わないよ。ああそうなのか。え、おじさんひょっとして携帯持ってないの？バカ言うな。持ってるに決まっているだろう。だよね、安心した。今日大変な一日だな。すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ、お前らは。そう？運が悪いのはおっさんの方だよ。
なんなんだよ、あのさん。そろそろ行くぞ。でも、この子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ。え？探してるんだろう。わからない。今日ずっと探してたんだけど。家は？お前、家がないのか。孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか。じゃあお前。お前じゃない。ん？私は遥か。お前じゃない。おじさんは？ああ、キリュウ、キリュウカズマだ。ねえ、お願い、この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ、おじさん。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。おお。